さあ、藤見でごわす。結構前にですね、朝の情報番組で話題になっていた、溝の口洞穴に今初めて行ったので、まあ、今回そちらを紹介したいと思います。それでですね、お先にその時の、撮影した映像をどうぞ。こちらの溝の口洞穴はですね、7月15日に放送された情報番組ザ・タイムのレッドリアルタイム中継で総市にあるパワースポットとして紹介されていましたね。まあちょっとですね、牛的にはですね、いろんなところで見た情報を見た上で言いたいんですけども、あれですよね、本当に RPG の序盤に出てきそうな異世界につながる洞窟みたいな雰囲気ありましたね。いやー、本当ですね、これまあ、生で見てほしいんですけど、これちょっと写真とか動画で伝わりにくいかなと思うんですけども、撮影した時に使ったカメラとライトの準備が不十分で、まあ一応その洞窟内にあったんですけど、ちょっと光が弱かったんですけども、まあそういう道具不足の影響で洞窟内を綺麗に撮影できなかったことが悔やまれているみたいなんですけどもね。いや、ほんと悔しいでございますけども、まあ、こちらはですね、パワースポットと呼ばれているだけあってですね、川も、まあ、横、まあ、近くに流れていて、もう本当、音がですね、癒されましたね。まあ、おまけですね、その川の動画も流しておきたいと思うんですけども、これ本当にもう癒されますね。あ、ちなみにですね、サムネにもなっているかもしれない鳥居はですね、撮影した日は偶然ですね、まあ、色の塗り替え中だったみたいなので、まあ、ちょっとですね、今回はですね、鳥居の横を、まあ、抜けて通るようになっていました。まあ、ちょっとそこはですね、まあ、申し訳ないっていうところなんですけど、まあ、これはしょうがないですね。それではまたにごわす。